メールの反射、持続なげー。この動画は簡単になったフロントファントムは仕様変更ではなくただのバグだったということを知り、動画を消そうかどうか迷っているゼルダ使いの動画です。よろしければこの後も、ゆっくりしていってね。皆さんやっぱろー、霊夢よ。おいっす、マリサだぜ。今回の質問はこちら。僕も様子でやってみたいと思うんですが、生声かゆっくりか、どっちがいいと思いますか？なんか動画投稿者っぽい質問来たな。これはもう簡単よ。あなたが好きな方をやればいいと思うわ。私はゆっくり実況自体が好きで、ゆっくりボイスやいろんな味のあるチャンネルがたくさん出てくるこのコンテンツが、様子での中で一番好きだから自分でやってるんです。私も編集してるわけじゃないが見せるのはゆっくりが好きだな。言い方を変えるとゆっくり実況は同じ素材を使っているのでチャンネル独自の色を全面に出していかないと、他の方と同じような動画になってしまいやすいというのも事実です。私たちの動画もなるべく他の方と被らないように作っていますが、やはり人気コンテンツなだけあって完全に被らないのも至難の業です。ゆっくりの難しさはこういうところにあると思っているので、もしやりたいと思うのであればこういうところを把握していればいいのかなと思います。ちなみにお前の思うこのチャンネルの色はどんなイメージだ？中の人が二人、ゼルダ使いとスネーク使い、私とカナミの人と比べて格の違うマリサたちのプレイ、あとはウプ主が好き勝手にやりたいゲームをやって実況してることかしらね。ほんと好き勝手やってるだけなのによくまあこんなにも登録者さん増えたよな。そうだ忘れてた。あとは視聴者さんがすごくあったかいっていうのもこのチャンネルの特徴かもしれないわね。それが強みなのかどうかはわからんが確かに感謝するべきことではあるな。で、あれ？何の話だったっけ？あ、そうだ、ゆっくり実況の話だった。生声じゃない利点は私たちみたいに中の人を特定されにくいっていうところだな。そもそもウプ主自体が自分の声を聞いてることが地獄と思ってるから生声の動画は多分無理なんだけどね。逆にゆっくりの弱点としては、編集にすごく時間がかかるっていうところですね。どのくらい時間がかかるかというのはここでは控えますが、自分の時間をいかに編集に費やせるのかという問題になると思います。私は編集している今まさにこの時がストレス発散というか楽しい時間なので何も苦ではないのですが、編集に時間を取られているという風に感じてしまうのであればもしかしたらゆっくり実況は向いてないのかもしれません。もちろん生声の人が編集が楽って言ってるわけじゃなくてあくまで一般的な話だぜ。生声でもゆっくりでもそうだと思いますが、あとは自分が好きなように作ることだと思います。自分がつまらないと思ったものはやっぱり人が見てもつまらないと思われちゃいますからね。とか言ってるがこのチャンネルの動画の大半は自分で見たいがための自給自足動画じゃんかよ。まあね、正直なこと言うと非公開にするのももったいないから公開してるっていうスタンスだからね。そんなんでまあよくここまで来たもんだ。そんなわけで話が猛烈に脱線しましたが、ゆっくりと生声は自分の好きな方でやるといいと思います。もはや開幕の質問っていう長さじゃねえな。ちょっと調子乗って話しすぎちゃったわ。でもたまにはこういう感じに本音も語りたいのよ。もういい加減実況じゃなくなってくるから試合の方を見ていくか。と入ってももう最終局面を迎えてそうだが。これ反転掴みで上投げすればよかったわ。あとはファントムしてー。ここ。その場の1フレームかな？ガードの先行入力しなかっただけっぽいわ。それじゃあ2戦目行ってみましょう。訳ありでリプレイですがお気になさらず。相手はデデデだな。これ当て半かな？グエヌまで繋げてかなり美味しいな。超意味わかんないファントムとジンだったけどなんか当たったわ。ゴルドーには絶対付き合わないの精神で。危な、めっちゃいい判断。半角で食う前がぶっ刺さっていく。ファントム出して、何かする素振りを見せて。暴れこい。思いっきりハマってバーストしたな。あ、今しれっとやったフロントファントムは仕様変更というかバグを利用したやつです。前の動画で散々付き合わされたのに結局バグだったのかよ。別にこれができなくなっちゃったことに関しては割とどうでもいいんだけど、簡単にできるようになった。って言ってあげた動画をどうしようかなってね。せっかく作ったのに消すのももったいないし、でもサムネ詐欺になっちゃうからどうしようかなって、一応バグかもしれないと保険はかけてるが不安なのはまあ確かにわかるな。とまあ動画投稿をしてるとこういうこともあるので投稿することになったら十分お気をつけくださいね。あ、これしれっとさっきの質問の回答の続きだったのか。どうしよう、動きようがない。見てからの DA が通る。このゴルドーは当たらないやつか。ちょ、グエヌ暴発。攻撃は見切られ横強が入る。ゴルドーは嫌。めちゃめちゃシンプルにジャンク釣られて食う前だな。どうした？目でもつぶってたか？いや違うわよ。絶対当たらない挙動だと思ったら完全にどっぷりハマってしまったわ。そこで上強選択できるのはマジで天才ね。ジャンクかられそうだから一回走ってみる。
今のはつかみだったら通せてたのか。ここもつかみなら通ってたな。タクだからしょうがないと言われたらそうなんだけど、こうも通らないとメンタルくるわね。さすがにここはつかめたな。チェンプこい。カス当てでももう一発。回避だったせいで直撃したな。そのまま落下していくならあの位置に来ると思っただけなんだけど、相手はまっすぐ飛んでくる瓶を警戒したんでしょうね。あ、しれっと崖奪いファントムしてる。最近またこの手法にハマってきたのよねー。この局面じゃ崖奪いして当ててもほとんどメリットないけど、まあそもそも仕掛けられても見てから反応できるから目開けてれば余裕でかわせるがな。今まさに目をつぶったかのようなプレイをしてしまったわ。ほんと下方向の崖局は難しいわね。こんな連動じゃまだまだ弱いわけだわ。慣れてはいるがゴルドーはしっかり半角取ってるな。いや惜しい。さっきの崖奪いあるからこもれないでしょ。せっかく読み通りだったのになんで上行なんだよ。私が一番疑問だわ。マジか、絶対半角かと思った。まあでも一発決めればいいから焦らず押していければいいわね。ここも上じゃ厳しそうね。当たったらラッキーの精神でディンとファントムを置いていくわ。ちょっと崖奪いのタイミングが早かったな。あ、なんかまずそう。まずいっていうのはお相手のことかい。300% やってくると思った。読み通りならそれで何より。それじゃあ3戦目行ってみましょう。相手はリスター。めっちゃ珍しいな。こういうマイナーキャラ使ってる人は怪物のイメージあるから侮れないわ。そもそもどんなことできるキャラなのかすらすっかり忘れちゃったわ。なるほど。何かわかったの？ゼルダの横強が壊滅的に遅いっていうのもあると思うが、空母先端は相当半角取りにくいっぽいな。よくまああのワンシーンだけで。ガードはいただきよ。うお？びっくりした。そういえばそんな復帰方法あったわね。いやん、ま、これ結構有名なバースト方法じゃなかったか？そうなんだ。プレイ中本当にびっくりしちゃったわよ。絶対やってくると思った。来い。ジャンプを完全に潰してそのままバーストできたな。ふん、復帰阻止で早急に追いつけてよかった。いつものが入っていい感じ。なんでそっちに投げたのかしら。横ビーと同時に攻めるためにわざと外投げした感じだな。すごく強そうなんだけど。さすがにネイルで対処が余裕だわ。崖に追い込んで復帰阻止展開か。当たりはするけど、ワイヤー復帰は咎められる気がしないわ。ただ引き瓶が当たってめっちゃいい感じ。回避上がりにウエスマもがっちりハマってんな。当たるとろくなことにならなそうだからガードしてましょうか。突きさらせば斧振ってくるでしょ。珍しく連れて崖外へ。この位置無駄に精度の高い瓶で押し切れたな。悲しくなるから無駄とか言わないで。今のはお相手のジャンプをちゃんと見てからやってるのよ。なんでゼルダで瓶するときは崖外の相手の行動を確認してるのに他のキャラ使ってるとできないんだ。わ、他のキャラでも崖外を意識すれば普通に勝てるようになるのでは。むしろなんで今までそれに気がつかなかったんだよ。スマブラは復帰阻止してなんぼって昔から言ってただろうが、むしろ完全に詰ませた状態からそんな不安定な復帰阻止を仕掛ける方が難易度高いぞ。復帰ルートが限定されてるということはそこに飛び込んでいけばいいってだけだもんね。グエヌなんかそうなんだけど、どうもすっぽ抜けちゃってね。それが嫌でリンを習得した感じはあるわね。走行話してる間にもまたオシャレバーストされてるぞ。なんかめくってた。めくらないんかい。スロールでよかったじゃないの。今の食う前に引っかかってたらかなりヤバかったな。ガードできそうにないからネイル連打でもらった。残念ながらガードが間に合ったな。回避だ。今度は上から来い。結局バーストはリンが持っていくんだな。さっきはジャンプ読みであの位置ねとか言ってみるけど、実際はお相手がなぜか急降下したからっていうのもあるんだけど、前回の動画からそうだが、リンでしかバーストしてないな。マリサたちのプレイに比べて派手さもないし、ゼルダ自体もマイナーだけど、これからも私は私らしく細々と続けていくわ。何か霊夢が悟りを開いたところで、今回はここまでだぜ。この動画はどうだったかな？楽しんでもらえたら幸いです。また次回の動画も楽しみにしてくれる人はチャンネル登録でもして待っててくれだぜ。また別の動画でもお会いしましょう。バイバイ。